この時間は日本対ブラジル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが、天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ブラジル国歌お聞きいただきます。続いて日本国国歌です。日本がこの試合は 4-5-1 のシステムです。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね。中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね、うん、次にサイドなんですけども、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が主流ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。そうですね、前線一人で担ってますからね。そうですね、この場合トップに求められることはポストプレーができるストライカーですよね、はい、このシステムの柱と言ってもいいんじゃないでしょうか ね、 ねフィジカルが強く周りの状況判断を瞬時にできる能力が必要なポジションですよね。なるほど。日本のキックオフでスタート。日本対ブラジル。まあ序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。まず立ち上がりを迎えます。ファールありません。アーチのようなパス、さあシュートレンジだ。オフサイドです。さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。ネイマールですね。やはりあの個人技には注目したいですよね。細かいボールタッチから生まれるドリブル、パス、シュートはどれも素晴らしいですよね。周りを驚かせるプレーをぜひ見せてほしいですよね。そうですね。さあ今日はゴールに絡むことができるのか注目です。さあ仕掛けるか。リシャルリソンからのパス、ベースを狙う。いいボールだ。ダニーロ、どうだ。クリア。このピンチをなんとか出します。浅野、久保から右サイド。いいボール入りますよ。これはいませんでした。スペースにいいボール出たんですけどもね。フレッジ、ここは下げます。ハフィーニャ。さあ今日はどちらのチームが先にシュートを打つんでしょうか。ネイマールへ。これは菅原。前半の3分の1が経過しました。まだ両チームともフィニッシュまでの形がありませんよね。こちらももう少し前がかりになってもいいと思うんですけどもね。
伊藤、田中、田中から浅野、ネイマール、これもファウルですもんね。パケタ、裏を狙う。さあフラッグは上がっていません。ネイマールに渡る。さあ左へ預けて、ブラジルボールです。ダニーロ、アレクサンドロへ、バビーニョ、フレッジへ、ネイマール、マルティーニョス、これは合いません。ルーカス・パケタ、アレクサンドロ、上がっていく左サイド、ネイマールからのロングフィード、わずかに合いません。ネイマール、左から上がっていきます。さあパケタ、さあつながるか、シュート、おさあこぼれたところを押し込む、ゴール、ブラジル、日本相手に先制点をもぎ取ります。ハフィーニャ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。おそらくこのセカンドボールを予想してポジショニングを取ってましたよね。フィニッシュも落ち着いてましたよね。ナンバー11、ラフィーニャ。さあブラジル先制ゴールを決めました。1対0、先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。フレッジ、ここはつながりません。三笘、さあ久保、おっとこれはカウンターいきますね。田中、ここは読んでいました。伊藤、スペースに出す、積極的なディフェンス、ガブリエル削ってしまいました。イエローカードです。みんな心配してますね。大丈夫ですかね。このフリーキック、ここで追いつければ試合の流れ変わるかもしれませんよね。田中、スペースへ、いけるか、シュート、ハフィーニャ。日本としては現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。三笘、シュート、こぼれた、危ないシーンでしたがクリアの対応。フレッジ、ネイマールへ、自分で行く、
ハフィーニャ、厳しくチェックします。ハフィーニャが受ける。ダニーロ、フレッジからのフィード、上げる、守備陣クリアの対応です。久保、ここはファールを取られます。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半終え1対0、日本前半に先制されハーフタイムを迎えています。よく戦ってましたけど、攻守のバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためには、とにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。日本対ブラジル、それでは続けて試合をお楽しみください。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。リードはされてますけども、十分時間はあるので、しっかりボールを握ってペースをつかみたいですよね。この後半最初の時間帯は重要になりますよね。はい、インターセプト、田中、久保抜けてくる。このマッチアップどうなる。さあ久保、ボールが収まる。さあ持っていく、直接行ってしまいました。フレッジ、フレッジからリサルリソン、ネイマールからリサルリソン、スルーパス、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。伊藤、日本はここまで全体的にまだシュートが少ないですね。そうですね、前半はあまり打ててなかったですからね。この後半は立ち上がりからもっと積極的に狙っていく必要もありますよね。柔らかいボール、リサルリソンからハフィーニャ、一旦前を取る。ダニーロからハフィーニャ、クロス、キーパー弾く。三笘、三笘が受ける。フレッジ、カットに行きます。マルキーニョス、これは合いません。久保、いいボールだ。ここは抜かせません。ネイマール、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。柔らかいパス、さあサイドのスペースへ。しかしこのボールはちょっと合わなかったか。ブラジルはこれが最初の選手交代となります。彼はスピードありますからね、それを生かした攻撃をしたいということでしょうね。浅野、浅野から三笘、ファビーニョ、ファビーニョからクーニャ、クーニャからのボールを守備陣対応しました。ここは競り勝ちます。柔らかいボール、これ仕掛けるか。伊藤、対応します。ルーカス・パケタ、ここはつながりません。ダニーロからのスルーパス、カットされます。いいプレッシャーです。ここ来ましたよ。さあパケタ、ルーカスパケタからクーニャ、
ブラジルとしてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。さあマテウス・クーニャフリーだ、シュート、ポスト直撃、大きなクリアでここはしのぎます。アレックス・サンドロ、スペースを使う、田中から浮き球のパース、フレッジ、ハフィーニャ、日本は残り少ない時間をなんとか生かしたいところですよね。そうですね。ネイマール、いや北澤さん、いいシュートでしたね。この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。ネイマールドリブルうまいですよね。そうですね、個人で1枚剥がせるのは相手にしてみれば怖いですよね。伊藤、谷口、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。さあ右へ預けて堂安へ、日本としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。リベイロ、右サイド上がっていく、フレッジ、ブラジル落ち着いて時間を使います。ブラジルとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。さあもうアディショナルタイムに入りました。アディショナルタイムは1分です。ここで笛ですか。1対0、日本1点を争う好ゲームを見せましたが敗れてしまいました。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としては結果としてうまく逃げ切られたという形になりましたけども、相手も守ろうとしたわけではないと思うんですよね。ですからもう少し攻めの形に工夫ができたら結果も変わってきたと思いますよ。そうですね。さあ皆様お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。日本が前半の1点に泣くという形になりました。